スカットライン。俺の名前はヒロシ。今日は俺の黒歴史を暴露したいと思います。その昔、俺は典型的なマザコンでした。ママ、英語のテストで90点取ったよ。ふざけんじゃないよ。どうして100点取らないんだい。どうせ勉強してるふりしてマスでも書いてたんだろうがよ。そんなことないよ。ママを喜ばせようと思って必死で勉強したんだもん。あんたはもっと人として正しく生きなさい。100点取ったら漫画の一冊でも買ってやろうかと思ったけど、あんたは勉強足りないよ。当分ご飯抜きだ。そんな。で、母はご覧の通りの毒親でした。人として正しくが口癖で、俺はテレビもネットも漫画も禁止。平日は家で6時間、土日は12時間勉強させられていました。おかげで友達と遊んだこともなく、学校でもクラスの話題についていけませんでした。そんな中、学年合同授業で涼子という女子と出会いました。涼子は誰とでも仲良くなれるタイプで、挙動不審な俺にも対等に接してくれました。へえ、ひろしくん字綺麗だね。そうかな。うん、私なんか心汚いから字もこんなだよ。ほら。まみーや。ひろしくんはバイトしてる？バイト？そんな恐ろしいことは考えたこともないです。みんなしてるよ。でも勉強しないとママに怒られるから。ああ、そっか。大学どこ行くの？東大か早稲田の予定。いいな。私頭悪いから大学とか絶対無理だよ。もし大学受からなかったらママが許してくれないよ。ママ怖いんだね。あ、先にネタバレしておきますが、大学は落ちます。それから涼子は何かと俺を気にかけてくれるようになりました。あ、ひろしくん、おはよう。おはよう。大丈夫？ご飯食べてる？平気だよ。あんまり虐待ひどかったら相談してね。おにぎりぐらい買ってあげるから。てか虐待じゃないから大丈夫だよ。あ、ちょっとひろしくんにお願いがあるんだけど。お願い？俺なんかにできることがあるとは思えないのですが。今日うちのクラス生活指導入るんだって。漫画持ってるのバレたら没収されちゃうから、代わりに持っててくれない？いいけど。じゃあ頼むね。読みたかったら勝手に読んどいて。ありがとう。数日後、涼子さん、この漫画めちゃくちゃ面白かったね。面白いよね。うち全巻あるからよかったら貸そうか。いいの？いいよいいよ。こうして俺は涼子を通して少しずつ世界の広さを垣間見せてもらいました。そんな中、俺は母の意向に逆らいきれず、偏差値も全然足りてないのに名門大学を受験しました。そして見事失敗。大学落ちた？お前なんとかしてこいよ。なんとかって言ったって。親に口答えするんじゃないよ。口縫ってやろうか。ごめんなさい。お前これどう責任取るんだ？え？どう責任取るんだって聞いてんだよ。わかんないよ。ったく、お前なんか産むんじゃなかった。あんたのせいでママの人生台無しだ。せめて就職でもして金でもよこせってんだよ、バカタレが。はい。こうして慌てて就職活動を始めたのですが、母の期待に応えようとハードルを上げすぎたのか、一向に内定はもらえず、とうとうそのまま卒業してしまいました。俺は仕方なくコンビニの夜勤で働くようになりました。ところが、寝てんじゃねえよクソニート。一日中ゴロゴロされて気が狂いそうなんだよ。だから夜勤なんだってば。ちょっと多めに見てやったらすぐこれだ。あんたを甘やかすのはもうやめだよ。出ていけ。出ていけってどこへ？どこでもいい。のたれ死んでろ、この引きこもりニート。ママが家にお金入れろって言ったじゃん。親に口答えすんじゃないよ。首絞めて殺してやろうか、本当に。わー、俺は逃げるように家を出ました。それから俺は当時筋金入りのマザコンだったので、最後まで母親に認めてもらえなかったことが受け入れられず、いつしか仕事も放り出して当てもなく徘徊するようになりました。俺の人生もう終わりだ。短い人生だったな。雨まで降ってきた。このまま水たまりに顔突っ込んで寝ようかな。ひろし？そこへ涼子が通りかかりました。涼子、久々。ハーゲンダッツのチョコミント売ってたから買っちゃった。半分食べる？ほら傘入って入って。
ママは俺のこと嫌いになっちゃったんだ。うんうん、逆に距離を置けてよかったじゃん。いつもママの言う通りに生きてきたじゃんか。ママが喜ぶように全部頑張ってきたじゃんか。どんないどんない、片思いだったんだよ。リョウコはなんで笑ってられるの？リョウコだったらショックじゃないの？そりゃショックだけど、なんで自分のこと嫌いな人のために悩まなきゃいけないの？通訳でしょ。だけどそれでも俺にとっては世界で一人だけのママなんだよ。世界なんて全然見てないでしょ、ヒロシ。ママ以外にいい人いっぱいいるよ。そんな。じゃあね。どこ行くの？帰るの。リョウコは何の気なしに言っただけだと思うんですが、世界なんて全然見てないという言葉が俺はずっと頭の片隅に引っかかっていました。それからおよそ6年後。さあ、こちらは23人目の成功者、ミスターヒロシ大平。マンハッタンの船舶ブローカーで年収は約40万ドルです。祖国日本では太平洋の異名を持つ男。彼の仕事ぶりを聞いてみましょう。私の仕事は情報が全てです。シンガポールやロンドンのブローカーと連絡を取り合って、荷物に適した船舶を手配したり、顧客の潜在ニーズに合致したメリットを提案することで情報を引き出したりするのが私の役割です。仕事で苦労していることは何ですか？なんといっても取り扱っている商品がとにかく巨大です。たった一つの契約で数十万ドルものお金と荷物が動きます。この仕事を取りまとめるのは容易なことではありません。ですが文字通り世界を相手に勝負するこの仕事が私の肌には合っているようです。私生活はどのようにお過ごしで？困ったな。仕事の後は妻とディナーに行ったり、オペラやミュージカルを見に行ったりしています。休日はテニスをやったり、ダイビングに行ったり、まあ至って平凡ですよ。え、平凡？本当に？ええ、本当ですって。これが？嫌味に受け取られちゃうかな。オンエアではカットしてくださいよ。あまり目立つのは好きじゃなくて。全勝しますよ。どうもありがとう。いい取材だった。ええ、こちらこそ。ちょっと何テレビ出てんの？いや、見ないでよ。仕事の合間にちょっと質問答えただけだよ。なんか本当にすごい人になっちゃったな。ついてきてよかった。まあ涼子のおかげだよ。私ほぼニートだけど。そうじゃないんだ。涼子は世界に目を向けるきっかけをくれた。あの雨の夜が俺の人生のターニングポイントだよ。いや、あれはまあいっか。さーて、もう一頑張りするか。なんだこのメール。ヒロシ、テレビ見たよ。これ見たら LINE ください。長年記憶の奥底に封印していた恐怖と絶望が一気によみがえりました。おかえり。ただいま。え、どうしたの？いや、実はママから連絡があってさ。ママそこ変わんないんだね。うるさいな。それで昔のこといろいろ思い出しちゃってさ。そっか、ヒロシの中ではまだ過去のことじゃないんだね。そうなのかな。あの頃の俺とは違うんだって思ってたけど、どうしても弱いままの自分がいるよ。うちは親と仲いいから、ヒロシみたいな家庭のことってよくわかんないけどさ、決着つけるなら今が一番いいんじゃないかな。泣いちゃったら慰めてくれる？うん、いいよ。なんか用ですか？ヒロシ、あんた立派になったね。はい。ママが一生懸命教育した甲斐があったよ。何言っちゃってんの。僕を教育したのはデニスだよ。デニスのレクチャーはマンハッタン一、いや世界一なんだ。じゃあさよなら。ちょっとねえ、そんなに稼いでるんだったらママにも少し分けておくれよ。ほんの月20万ポチでいいんだよ。やなこった、ずうずうしいにも程がある。こら、親に向かってなんてこと言うの。今あんたが成功してるのはママがいたからでしょ。感謝の一つや二つしてくれても罰当たらないでしょ。だったら一つ条件がある。あんたが俺に教えたように人として正しく生きてるかどうか俺に示してくれ。そしたら今までのことは水に流してやる。3ヶ月後。ヒロシへ。お仕事頑張ってるかい？ご飯はしっかり食べてるかい？ママは今日もつつましく暮らしています。昼はボランティアに精を出し、夜は本を読んで毎日勉強しています。残念ながら体が悪いから生活保護に頼っているけれど、それでも一生懸命人として正しく頑張っているよ。追伸、そろそろ信じてくれたかい？息子からの愛のこもった仕送りを楽しみにしています。ママ、
ヒロシ、ママの愛が伝わったかい？ああ、ちょっと何言ってるかわからない。なんか良さげなこといろいろ書いてるけど、これ全部嘘じゃねえかよ。嘘なもんか。バカにすんじゃねえ。あんたの言うことなんか鼻から信じてない。本当に改心したかどうか確かめるために調査員を送り込んでおいたんだ。調査員？そう、俺はわざわざ探偵団を結集してこいつの素行を見張ってもらっていました。俺にしてみれば最後の慈悲だったんですけどね。ところが蓋開けてみたら、パチンコ通うわ、出張ホスト呼ぶわ、貧困法制とは程遠いババアの集体が明らかになったのです。人として正しく、冗談も休み休み言え、自分ができもしないことを人に強要しやがって。あんたは立派で完璧なしつけをして息子に尊敬される理想の母親ごっこをしていたつもりなのかもしれないが、本当のお前は薄汚い貧乏ホストに夢中で、なけなすの金はカスでのパチンコだのくだらねえ暇つぶしに費やして、カビだらけの布団で年中ぐーたら寝腐って、ただただゴミを排出することに一度の人生全部かけた、どうしようもない脳なしの害虫で、自分の気色悪さや不甲斐なさをごまかすために息子に対して風船よりも中身のない願望を押し付けて、偉くなったような勘違いにしたって、よだれを垂らしながら別に言っていただけのクズの丸けの変態のドブに落ちた下水の汚物よりも臭い無責任で性格悪い腐肉と油の塊だ、バーカ。どういうわけか、これ以来母から連絡が来ることはありませんでした。化けの皮が剥がれて恥ずかしくなったか、血管切れて死んだか、どっちかでしょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。